ケビン・ウェイン・デュラントはアメリカ合衆国ワシントン DC 出身のバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションはスモールフォワード。テキサス大学で1年生の頃にカレッジバスケの個人タイトルを総なめにした後、2007年の NBA ドラフトにて全体2位指名でシアトルスーパーソニックスに入団。 新人王の受賞やリーグ史上最年少での得点王2010年バスケットボール世界選手権大会 MVP に輝き2013から14シーズンはシーズン MVP に選出された。デュラントは兄のトニーと共にメリーランド州シートプレザントで育った。デュラントが8ヶ月の頃に父は家族の元を去ってしまったため、 幼少期のデュラントを育てたのは母ワンダ・ブラッドと祖母のバーバラ・デイビスだったが、彼が13歳の頃に父は家族の元に戻った。デュラントもトニーも子供の頃からスポーツに熱中し、キャリア晩年のマイケル・ジョーダンが所属したワシントン・ウィザーズを含むボルチモア近郊のプロスポーツチームを応援した。後にデュラントはジョーダンの名を冠した高校トーナメント大会で、 大会 MVP を獲得している。デュラントは、地元の AAU のバスケットボールチームで芝叩く、間に頭角を表す。彼のバスケットキャリアの出発点となったのは、AAU のプリンスジョージ・ジャガーズだったが、ジャガーズには後に、NBA 選手となるマイケル・ビーズリーも所属しており、片親だったビーズリーは、毎日のように、デュラントの家で朝食を食べて、 デュラントと一緒に通学バスに乗るという日々を過ごした。さらにジャガーズにはクリス・ブラズウェルも所属しており、デュラント、ビーズリー、ブラズウェルの3人がチームの中核を担ったジャガーズは無類の強さを誇り2度の全米優勝に輝くが一度目の優勝では当時11歳のデュラントが後半だけで18得点を挙げるという大活躍を見せている。2003年に ジャガーズは解散したため、デュラントは DC ブルーデビルズに移り、ここではタイローソンとプレーしている。デュラントの中に大きな可能性を見出した AAU コーチのタラス・ブラウンは夏の間に1日8時間の個人練習を組むという特訓をデュラントに課した。この猛練習が功を奏し、デュラントの才能は高校に入ってさらに大きく花開くことになる。なお、デュラントが 現在も使用している背番号35は子供の頃のデュラントを指導し35歳の若さで亡くなったコーチチャールズ・クレイグにちなんでいる。高校に進学したデュラントは2年生の時にワシントンポストによって地域年間最優秀選手に選ばれる。この頃急激な成長期に突入したデュラントの身長は6フィート8インチに達する。 デュラントを偉大なガードの選手にするために、ガードに必要なあらゆる技術を仕込んでいた、タラス・ブラウンの思惑は、デュラントを、フォワード級のサイズを持ちながらガードの技術を持つ、怪物へと進化させることになった。デュラントは3年生に進級するとき、全米有数のバスケット名門校である、オークヒル・アカデミー高校に転校。ここで、英雄時代のチームメイトであるタイローソンらと、プレイし、 デュラントは平均19.6得点8.8リバウンドの成績でパレード市選出オールアメリカンのセカンドチームに選ばれた。さらに4年新球児には故郷に近いモントロス、クリスチャン高校に再度転校し、平均23.6得点10.9リバウンドまで成績を伸ばす。モントロスを指導していたのは名コーチとして知られているスティューベターだが、 彼はデュラントを練習熱心で完璧なサイズを持ち、驚くべきシューティング、ボールハンディング、ディフェンス、ポストアップのスキルを備えた選手と評している。デュラントはマクドナルド選出のオールアメリカンに選ばれ、2006年のマクドナルド高校オールスターゲームではチェイス・バディンジャーと共に MVP を受賞した。高校卒業後の2006年の NBA ドラフトに、 エントリーすれば同学年のグレック・オデンと共に上位指名が見込まれたが2006年からドラフトエントリーに年齢制限が加えられたことにより高校生によるアーリーエントリーが不可能となったためデュラントは彼を熱心に勧誘したテキサス大学に進学することにしたデュラントを勧誘したテキサス大のアシスタントコーチラッセル・スプリングマンはデュラントの2006から07シーズンを 全米からのスポットライトを浴びて終えるだろうと予想したが、果たしてスプリングマンの予言は言葉通りとなった。6フィート9インチの身長にして7フィート4インチのウィングスパンを誇るデュラントは4人の1年生が先発を務めるテキサス大ロングホーンズの先発メンバーの1人に選ばれると芝叩く間に頭角を表す。シーズン開幕後ほどなくしてデュラントは カレッジ界最高のオフェンシブ、プレイヤーと評されるようになり、その長身と優れたシュート力を生かした彼のプレーは、NBA の名選手、ケビン・ガーネットやダーク・ノビツキーラに例えられ、テキサス工科大学戦で、デュラントが37得点23リバウンドを記録した際には、テキサス工科大の名コーチ、ボブ・ナイトによって絶賛された。ロングホーンズのコーチ、リック・バーンズは、最初、 デュラントのためのセットプレーを導入しようとしたが、むしろそれはデュラントを窮屈にさせるものだと悟り、コート上ではデュラントに自由にプレーさせた。その結果、デュラントは平均25.8得点11.1、リバウンドの成績で得点、リバウンドの2部門で全米ランキングトップ10入りを果たし、シーズン通算903得点は、 ビッグ12カンファレンスの歴代新記録で NCAA でも歴代2位通算390リバウンドは同行の歴代新記録となった。デュラントに率いられたロングホーンズはカンファレンス第3位となるシーズン成績25勝10敗を記録しカンファレンストーナメントを勝ち抜いて決勝に進出。この試合でデュラントは大学キャリア敗退となる37得点を挙げるなど活躍したが 試合は延長の末に逆転を狙ったショットをデュラントが外してしまい84-88でテキサス大はカンザス大学の前に惜敗した NCAA トーナメントでは2回戦まで進出したテキサス大時代デュラントは2006から07シーズンのカレッジバスケ主要個人タイトルを総なめにすることになる全米バスケットボールコーチ協会選出の年間最優秀選手 オスカー・ロバートソン賞、アドルフ・ラップ賞、AP 通信選出年間最優秀選手、ジェームズ・ネイ・スミス賞、ジョン・ウ・デン賞、これらすべてにおいて、史上初の一年生受賞者となった。2 0 0レー7シーズン終了後にデュラントは、NBA ドラフトへのアーリーエントリーを宣言し、大学を去ってしまうため、デュラントが、テキサス大でプレーしたのはわずかに一年のみだったが、大学は、 彼が使用していた背番号35を永久欠番に指定した。現在ロングホーンズの使用アリーナであるフランク・エウィンセンターにはテキサス大出身の TJ フォードにの背番号11と共にデュラントの35のバナーが飾られている。2007年の NBA ドラフトには多くのスター候補生がエントリーしたためレブロン・ジェームズらが指名された2003年の NBA ドラフト以来の方策の年として期待された。前述の通り前年からドラフトエントリーに年齢制限が課せられたために2006年の NBA ドラフトへのエントリーを見送った選手たちがこぞってエントリー宣言をしたのである。デュラントと共に2006から07シーズンのカレッジバスケの話題を二分したもう一人の怪物一年生、クレッグ・オデンもエントリーを宣言し、また、 フロリダ大学を NCAA トーナメントに連覇に導いたある、広ー,ード・ジョアキム・ノアラも候補生の名簿に名を連ねた。焦点は1位指名権を獲得した、ポートランドトレールブレイザーズがオデンとデュラントのどちらを指名するかであったが、大方の予想通りトレールブレイザーズはオデンを指名し、デュラントは2位指名で、シアトルスーパーソニックスに入団することが決まった。 ドラフト後には大手スポーツメーカーナイキと7年6000万ドルの巨額契約を結ぶが、この数字は新人としては、レブロン・ジェームズに次ぐ歴代2位の数字となったドラフト前に行われるプレドラフトキャンプでの候補生の身体、体力検査では、デュラントの成績が注目を集めた。デュラントは 84kg のベンチプレスを一度も持ち上げられず、 垂直飛べも将来のスター候補生としては物足りない6 6トルを記録し、彼の非力差や身体能力の低さが懸念された。満を持たしてプロの世界への扉を開いたデュラントだったが、彼が入団したスーパーソニックスは衰退と混乱の最中にあった。スーパーソニックスは2004から05シーズンのプレーオフ進出を最後に見る間に成績が悪化し、また、 チーム自体は2006年に売却されており、新オーナー陣らはシアトルからオクラホマシティへの移転を計画し、前オーナーやシアトル首都の間で裁判沙汰となっていた。先行きが不透明の中、デュラントという金の卵を得たフロント陣はロスターの大改造を決行。デュラントを獲得したドラフト当日にチームのエースだったレイアレンをトレードで放出し、 さらにもう一人の主力選手だったラシャード・ルイスも手放した。アレンのトレードではドラフトで5位指名されたばかりのジェフ・グリーンを獲得している。スーパーソニックスは新人デュラントを中心としたチームへと生まれ変わり、2007から08シーズンを迎えようとしていた。2007年10月31日、デュラントはデンバーナゲッツ戦で NBA 公式戦デビューを飾り、 18得点をリバウンド3スティールを記録。11月16日のアトランタホークス戦では、オーバータイムの末にチームを勝利に導く劇的なスリーポイントショットを決め、ナゲッツとの再戦では37得点8リバウンド、9アシストを記録するなど、全評判通りの活躍を見せる一方で、プロの洗礼も浴び、大学時代には優秀なリバウンダーとして活躍したが、 屈強なベテラン選手がひしめく NBA のゴール下では思うようにリバウンドは取れず、またシュートセレクションの悪さも目立ち、シーズン前半のフィールドゴール成功率は3割台に沈み、さらにディフェンスの拙さも指摘された。そして多くのスター選手を手放したスーパーソニックスは、負けに負け、開幕7連敗を皮切りにシーズン中に2度の10連敗以上を期している。 シーズン後半に入ると少しずつ、シュートセレクションは改善されていき、レギュラーシーズン最終戦では42得点13、リバウンド6アシストを上げ、チームを勝利に導いている。最終的には、平均20.3得点に4.4リバウンド2.4アシストの成績を残した。平均20.3得点は1967から68。 シーズンにボブルールが記録した平均18.1得点を破るスーパーソニックスの新人記録となった。フリースロー成功率は87.3%の高水準を記録し、課題だった FG 成功率も43.0%まで改善されたが、デュラントの最大の武器と言われたスリーポイントシュートの成功率は28.8%と低調だった。 そして敗北を重ねたチームは、カンファレンス再開の20勝62敗を記録している。しかしながら新人王レースでは、最大の対抗馬であった、クレック・オーデンが、膝の故障でシーズンを全休したため、デュラントは2位のある方法度に大差をつけて、新人王を受賞、シアトルスーパーソニックスにとっての最後の明るい話題を提供した。 デュラントにとってのルーキーシーズン終了後、スーパーソニックスのオーナー陣とシアトル氏との間で和解が成立し、ついにスーパーソニックスのオクラホマシティへの移転が決定する。移転に伴いチーム名も変更され、スーパーソニックスはオクラホマシティサンダーに生まれ変わった。ロスターの大改造にチームの移転、チーム名の変更と、この2年で目まぐるしい変貌を遂げたサンダーだったが、 ドアマットチームとしての立場は変わらず、2008から09シーズン前半はリーグ歴代最低勝率を更新する勢いで負け続けた。デュラントも206センチメートルとパワーフォワード並みの身長でありながら慣れないシューティングガードを任せられ、自然とアウトサイドシュートが中心となって FG 成功率は低迷した。しかし PJ カーリシモが解任され、スコット・ブルックスが 新ヘッドコーチに就任すると、デュラントは本来のスモールフォワードに戻り、以降は高得点を連発。スリーポイントシュートの精度も大幅に改善された。エースの校長、ヘッドコーチの交代劇、そしてこの年の新人であるラッセル・ウェストブルックの活躍で、チームの成績も上向き、最終的には前年よりも3勝分増の23勝59敗の 成績となった。デュラントは、オールスターウィークエンドのルーキーチャレンジに出場し、アマーレスタウダマヤーが2004年に記録した36得点を破る、大会記録の46得点を挙げ、MVP を受賞。また同じく、オールスターウィークエンドの新イベント、HORSE では、ジョージョンソンやイ、OJ 名誉らを破って、初代優勝を飾っている。 デュラントのレギュラーシーズン成績は平均25.3得点6.5リバウンド2.8アシスト。FG 成功率は47.6%。スリーポイントシュート成功率は42.2%といずれも前年より大きく改善された。チームの飛躍と得点王を多くの専門からは2009から10シーズンのサンダーに期待を寄せた。デュラントにラッセル・ウェストブルック。 ジェフグリーンの平均21.7歳という若さ、溢れるチームの核が確立し、また7フッターのネナド・クリス・ティッチや、コーディフェンダーのターボ・セフ・ホロシャ、新人のジェームス・ハーデンと、脇役も揃いつつあった。彼らは、期待に応えた。過去2年間勝率3割以上を上回ることが、なかったサンダーは、開幕から勝率5割以上を維持すると、シーズン中盤には9連勝を記録する。 チームを飛躍に導いたのは、エースのデュラントだった。デュラントは9連勝中にも45得点を含む、平均32.6得点を記録、レギュラーシーズン中8回の40得点以上を、記録と得点能力を大きく開花させた。また29試合連続25得点以上、7試合連続30得点以上、達成はスーパーソニックス時代を含むサンダーの、 フランチャイズ新記録を樹立。ついには、得点王争いを演じるに至り、デュラントは、リーグの大スターであるレブロン・ジェームズと得点王を争った末に、シーズン終盤にはレブロンをかわして、リーグトップに立った。レギュラーシーズンの成績は、平均30.1得点7.6リバウンド2.8アシスト、FT 成功率は90.0%。 デュラントは史上最年少となる21歳と197日での得点王となった。NBA オールスターゲームには高知推薦ながら初出場を果たし、15得点をリバウンドを記録。HORSE にも出場し、連覇を達成している。チームはシーズン終盤まで失速することなく、好調を維持し続け、最終成績は50勝32敗となった。 前年の23勝から実に27勝分を積み上げたことになり、これはリーグ史上でもう6番目の飛躍となった。大躍進の立役者であるデュラントは、レギュラーシーズンに MVP の投票で、レブロン・ジェームズに次ぐ第2位の票を集め、オール NBA チーム選考では、ファーストチームに初選出された。デュラントは一躍一流選手の仲間入りを果たしたので、ある。また、 ブルックス HC は NBA 最優秀コーチ賞を受賞している。サンダーに改名後初進出となった NBA プレイオフでは1回戦でいきなり前年チャンピオンチームのロサンゼルスレイカーズと対戦。コービー・ブライアントやパウガソルーラ100戦連磨のベテランスターを擁するレイカーズに対しプレイオフ未経験の選手が大半を占める若いサンダーの方が明らかに分が悪く、 結果は、サンダーの1回戦敗退に終わったものの、デュラントラは、チャンピオンチームから2勝を挙げるという検討を見せた。サンダー時代2010から11シーズン同期入団で、低迷していた、スーパーソニックス、サンダーを一緒に引っ張ってきた、ジェフグリーンが、トレードで放出されたが、若手の脇役の成長もありチームはさらに躍進し55勝27敗で、地区優勝を果たした。 デュラントは2年連続得点王、オール NBA ファーストチーム、さらにはファン投票でオールスターに選ばれ、名実ともにスーパースターと認められるようになった。プレイオフに入っても躍進し、ナゲッツ、グリースリーズを順調に破り、カンファレンスファイナルまで進出し、マーベリックスと対戦。デュラントは古軍奮闘したが、ダーク伸びつき、 ジェイソン・キットなどをはじめとする経験豊富なスターたちに圧倒され一生しかできずに敗退した。それでもドアマットチームからデュラントの成長とともにチームも成績を上げ地区優勝を果たし、さらにはカンファレンスファイナルまで進出し優勝争いができるチームまでに変貌を遂げ、来シーズン以降にリーグ制覇が期待できるシーズンとなった。シーズンオフには レブロン・ジェームズとヘルー・ウィークと呼ばれるワークアウトを行った。ロックアウトで短縮シーズンとなったが、個人成績もリバウンド、アシスト、ブロックショットでキャリアハイを記録してチームを牽引して47勝19敗の高成績でシーズンを終えて3年連続得点王となった。3年連続得点王になったのは史上最年少としてであり、 マイケル・ジョー・ダンラに続き歴代7人目である。プレーオフでも順調に勝ち上がり、カンファレンスファイナルではそれまでスイープで勝ち上がっていたサンアントニオ・スパーズであるが、いきなり2連敗してサンダーもスイープされるかと思われたがここから4、連勝でスパーズを下して5年目にしてファイナルに駆け上がった。ここでファイナルの相手は昨年のリベンジに燃えるレブロン率いるマイアミヒートであった。 ヘルウィークを共に過ごすライバルであり、現役トップにとも言える二人の対戦は現、ベストプレイヤーを決める試合として大きな盛り上がりを見せた。ファイナルデビュー戦となった初戦、なんとディラントは最終級で得点賞を披露して2001年にアレン・アイバーソンが記録した48得点に次ぐ、ファイナルデビュー戦史上2位となる36得点を上げる活躍を見せた。 しかしその後も追いしようとしたが、次第に、レブロンが、守備力の差を見せて、エース対決で優位に進めると、チームもストップしてきた。レブロンとのマッチアップで、ファウルトラブルに陥り、重要な局面で活躍できなくなった。ファウルトラブルを恐れてサンダーは、ジェームス・ハーデンやターボ・セフホロシャを、レブロンのマークにつけたが勢いを止められず、一勝4敗で、敗退した。オフには、 ロンドンオリンピックで金メダルと得点王を経験、さらにはさらなるレベルアップを期して、再びレブロンとヘルウィークを過ごすこととなった。2012から13シーズン開幕前、チームは契約問題でハーデンを放出、デュラントはレブロンとの差を詰めるべく守備での向上とともに、オールラウンダーとしてレブロンのようにゲームメイクもするようになった。特に守備には並々ならぬ、 向上心を見せ、オール NBA ディフェンジブファーストチームに選出されたいと発言するほどだった。近年のスコアラーでは、コービー・ブライアントやカーメロ・アンソニーがいるが彼らには、デュラントと同じ年齢の時に、パスの意識などなかった。デュラントはすでにトップ選手ではあるが、自分に欠けている部分を冷静に判断して、上を目指すとともに、 昨ファイナルでは任されたレブロンと共にワークアウトを行うなど非常に向上心が高い選手であることを示した。4年連続得点王とはならなかったが、ラリーバードラに続く50から40から90を達成した史上6人目の選手となり、シーズンを通して活躍してオール NBA1ST チームに選出された。しかし開幕前に目標としていた守備は、 期待されてほどには伸びず、レブロンとの差は開き、もう2番手は嫌だと、悔しさを滲ませた。それでも、順調にプレーオフには進んだが、ここで初戦の相手は、かつてのチームメイトであるハーデンが所属する、ヒューストンロケッツであった。しかし、ここで、アクシデントがあった。ラッセル・ウェストブルックが負傷により、シーズンアウトとなった。頑丈で今まで欠場してなかったウェストブルックの、 離脱はあったが、ウェストブルックはボールを持ちすぎて、ゲームメイクより自分で打つことを好み、エースであるデュラントを無視して打つこともしばしばあり、デュラントよりアテンプトも多かった。デュラントはボールに触れる時間が増えて、楽しさを隠さずに、まるで、ストリートバスケットのようで楽しいと発言した。ただし、暴走癖はあるが、ウェストブルックの積極的な仕掛けがリズムを作っている、ことも事実である。 本人の発言とは裏腹に本人のパフォーマンスは落ちていき、メンフィスグリーズリーズの前に屈することとなった。2013から14シーズンは、シーズン中盤に、ウェストブルックが怪我で離脱するなど、サンダーは苦境に立たされる。だが、その中でもデュラントは、死死粉陣の活躍を見せ、毎晩のようにハイスコアを叩き出し、チームを勝利に導いていった。このシーズン、 彼は41試合連続25得点以上という大記録を打ち立て40試合連続25得点以上を記録していたマイケル・ジョーダンを超え NBA 歴代3位に上り詰めた。ジョーダンの記録を超えたということで非常に大きな注目を浴びたが本人は自身の記録にはあまり執着をしておらずむしろ毎晩のように自身の得点のみがメディアで取り上げられる状況をあまり心よくは 思っていなかった。そして迎えた4月8日のサクラメントキングス戦、サンダーは107から92で解消したが、この試合のデュラントは23得点で、連続記録はこの試合で途絶えた。試合後のインタビューで、彼は記録はチームに悪影響をもたらしていた。チームの試合でありながら、すべての注目が自分に集まることは、あまり好きではなかったと述べ、 記録が途絶えたことに安堵していることを明かし、これで試合に集中できると語った。そもそもこの試合、第3クォーター終了時点でデュラントは23得点を記録しており、あと1本 FG を決めるだけで記録を更新することは容易なはずであった。しかし、彼は第4クォーターは出場せず、ベンチからチームの勝利を見守っていた。彼はあくまでもチームを優先し、 意図的に自身の記録を途絶えさせた、とも捉えられる。だが、真相は本人のみが知るばかりである。いずれにしても、彼が大記録を打ち立てたことに変わりはなく、また、個人よりもチームを尊重するデュラントの姿勢は、多くの人々に感銘を与え、その人間性が絶賛されることとなった。このシーズン、デュラントは、 上記の活躍などもあり、シーズン MVP 投票では1位秒125票中119票を集め、キャリア初のシーズン MVP に選ばれた。MVP 受賞後のセレモニーでは、感動的なスピーチを披露し、改めて彼の優れた人格、人間性というものを伺わせた。このシーズンのデュラントの成績は、1試合平均32.0得点。 7.4リバウンド、5.5アシスト。最終的にサンダーは、復帰したウェストブルックの活躍などもあり、59勝23敗の成績で、ウエスタンカンファレンスの第2シードを獲得し、プレーオフへ進出。ファーストラウンドのメンフィスグリーズリーズとのシリーズでは、プレーオフ史上初となる4試合連続オーバータイムとなるなど、死闘を繰り広げたが、4勝3敗で勝ち上がり、 カンファレンスセミファイナルへと進出した。続く、ロサンゼルスクリッパーズとのシリーズも4勝2敗で制し、2年ぶりにカンファレンスファイナルの舞台まで勝ち上がった。しかし、カンファレンスファイナルでは、この年の王者となるサイアントニオスパーズの前に2勝4敗で屈し、無念のシーズンオフとなった。2014から15シーズンは、キャンプ中に、 右第5中足骨基部骨折の重傷を負い、開幕から1ヶ月の欠場を余儀なくされた。12月に入り、ようやく復帰したものの、その後も右足首の捻材や再び右足を骨折するなど苦難のシーズンになり、3月20日に残り試合を欠場することがサンダー側から発表された。2015から16シーズンは MVP 受賞の2年前と違わぬ成績を、 残しサンダーの地区優勝に貢献、ウェスタンカンファレンス第3シードを獲得した。プレーオフ1回戦ではマーベリックスを4勝1敗で難なく下し、セミファイナルのスパーズ戦では下馬票を覆し4勝2敗でカンファレンスファイナルに進出。ファイナルをかけたウォリアーズとの対戦は3勝1敗と追い詰めながらもそこから3連敗を喫し、4年ぶりのファイナル進出とはならなかった。 2016から2017シーズン、編集2016年7月4日、デュラントは悲願の NBA チャンピオンを目指すため、ゴールデンステートウォーリアーズと2年5430万ドルの契約を結んだ。この古巣のライバルにして、優勝候補筆頭のチームへの移籍は、優勝のためだけに移籍したとして悪質だと言われ、大きな非難を受けた。デュラントの獲得をめぐっては、 出身地のワシントンウィザーズを含めた非常に多くのチームが名乗りを上げていたが、デュラント側が面談を許可したのは優勝の可能性が高いオクラホマシティサンダー、ロサンゼルスクリッパーズ、サンアントニオスパーズ、ボストンセルティックス、マイアミヒート、そしてゴールデンステートウォーリアーズの6チームだけであった。面談は数日にわたり、1チーム数時間にも及ぶ長いプレゼンテーションが行われ、 GM やオーナーなどの大物役員はもちろんチームの主力選手や街ゆかりの有名人も駆けつけるという一大イベントであった。11月3日、オラクルアリーナでサンダーを迎えたフルスとの初対決では39得点を叩き出し試合に勝利。11月10日のデンバーナゲッツ戦では昨季から続いていた試合20得点の連続記録が マイケル・ジョーダンに並ぶ72試合で途切れたものの、試合は解消した。以降もステフィン・カリー、クレイ・トンプソンらと共にウォリアーズを牽引し、2017年1月19日には8年、連続で NBA オールスターゲームに出場が決定、先発選手に選ばれた。2月11日、移籍後初めてサンダーのホームチェサピークエナジーアリーナに乗り込むと大ブーイングが出迎えた。 試合中ボールを触るたびにブーイングを受け、ラッセル・ウェストブルックやアンドレ・ロバーソンとのトラッシュトークなど白熱した試合内容になったが、チーム杯のの34点を叩き出しチームの勝利に貢献した。2月28日のワシントン・ウィザーズ戦試合開始1分、マルチン・ゴルタットとのリバウンド争いで倒れたザザ・パチュリアが左膝にぶつかり急遽退場するアクシデントに見舞われた。 MRI 検査の結果、内側側副人体の過信点と、脛骨座礁を負ったことが判明して一時、戦線離脱することとなった。怪我から約5週間後のニューオーリンズペリカンズ戦で、復帰、16得点10リバウンドを決めた。ウォリアーズは67勝15敗で、リーグトップの成績で、レギュラーシーズンを終了。カンファレンスプレイオフでも、 圧倒的な強さで勝ち上がり、3年連続の対決となった、クリーブランドキャバリアーズとの NBA ファイナルで、デュラントは、平均35.2得点8.4リバウンドに5.4アシストとウォリアーズを牽引し、4勝1敗で NBA チャンピオンに導き、NBA ファイナル MVP に選出された。2017から2018シーズン。 編集2年目のプレイヤーオプションを破棄し、ノンバード条項によって、単年3400万ドルのマックス契約を結ぶと思われていたが2年5300万ドルの減報を受け入れる異例の契約を交わした。2017年12月11日、シーズン第8週のウエスタンカンファレンス週間、最優秀選手に選ばれた。これは、今季ウォリアーズの選手として初の選出であり、 キャリアでは26度目となった。前週の3試合と合わせて6からレでロードトリップを乗り切ったウォリアーズをリードしたデュラントは第8週に行われた3試合で平均30得点9.3リバウンド7.3アシスト1.0スティール2.67ブロックを記録した。2018年1月10日に行われたロサンゼルスクリッパーズ戦で 通算2万得点を達成した。この試合でデュラントは40得点を記録29歳103日での達成はレブロン・ジェームズの28歳17日に次ぐ史上2番目の若さでの達成となった NBA オールスターゲームにも先発出場。2018年2月14日に行われたポートランドトレールブレイザーズ戦でシーズンハイとなる50得点7リバウンド。 6アシストを記録した。デュラントが50得点以上を記録するのは、ウォリアーズ遺跡後発であり、キャリア通算では5回目となった。その後も高いパフォーマンスを発揮していたが、3月16日に、あばら軟骨骨折で2週間離脱することが発表された。同29日のバックス戦で復帰し、31日のサクラメントキングス戦で27得点を挙げて、 復活を印象づけた。プレーオフでも躍動を見せ、2連覇した NBA ファイナルでは、平均28.8得点、10.8リバウンド、7.5アシストを記録し2年連続で NBA ファイナル、MVP に選出された。2018から2019シーズン、編集2018年7月7日、デュラントは2年目のプレイヤーオプションを含む、2年6。 150万ドルの契約でゴールデンステートウォーリアーズと再契約した。11月29日、ウォーリアーズはトロントラプターズとの試合に131から128で敗れたものの、デュラントはシーズン敗となる51得点を記録し、3試合続けて40得点以上を上げた。10年連続でオールスターに選出された。プレーオフ1回戦。 ロサンゼルスクリッパーズとの第5戦目で彼はロサンゼルスクリッパーズに129から121で敗れたがプレーオフレのキャリアハイとなる45得点を記録した。第6戦ではウォーリアーズは129から110で勝利しデュラントはさらにプレーオフレのキャリアハイとなる50得点を記録した。ウェスタンカンファレンス準決勝、ヒュースその間にウォーリアーズは ウェスタンカンファレンス決勝に進出し、そこでポートランドトレイルブレイザーズをスイープし、5年連続となる NBA ファイナル進出を決めた。NBA ファイナルでは、カワイ・レナード率いるトロントラプターズと対戦し、第4戦終了時点で、ウォーリアーズはラプターズに1から3と追い込まれた。続く第5戦でデュラントは、右ふくらはぎの怪我を残したまま強行出場し、 満身創意の状態ながらも第1クォーターに11得点を挙げ、チームに貢献した。しかし、第2クォーターが始まって2分後、サージーバカをドライブで抜こうとした際に、右アキレス剣断裂という重傷を負い、コートを去ることになった。ウォーリアーズはこの試合に勝ったが、第6戦でトロントラプターズに敗北し、NBA ファイナル3連覇とならなかった。6月30日、 デュラントがブルックリンネッツと契約することを計画していると発表すると7月1日にウォリアーズの共同オーナーであるジョー・レイコブはデュラントの長年にわたる多大な功績を称え背番号35を球団の永久欠番にすることを発表した2019年7月7日にブルックリンネッツと4年1億6400万ドルで契約したしかし 加入1年目の2019から20シーズンは前述の重症に加え2020年3月には新型コロナウイルスに感染したこともありシーズン前休となることが決定している2010年の世界選手権にてデュラントはテキサス大学在学中の2007年2月にアメリカ代表のトレーニングキャンプに招待された大学1年生にして代表キャンプ入りしたのは グレック・オデンに次いで二人目だった。同年の夏のキャンプにも参加したが、2008年の北京オリンピックの代表には選ばれなかった。デュラントが初めて NBA の得点王に輝いた2010年の夏、彼は世界選手権の代表に選ばれた。しかし北京オリンピックで金メダルを獲得したメンバーのほとんどが代表入りを辞退し、ベテランは チャンシー・ビラップストラ・マーオドムの2名のみとなったため、選手権代表チームは非常に若いチームとなり、コービー・ブライアントやレブロン・ジェームズなどのビッグネームがいない子の代表チームの全評判は決して高くなかった。ところが成長著しいデュラントが世界選手権でも大活躍を見せた。デュラントはトーナメント通算205得点、1試合38得点を 含む平均22.8得点を挙げて見事にチームを優勝に導き大会 MVP に選ばれた。主にスモールフォワードとして出場し、キャリア全体で平均27.0得点、7.1リバウンド、4.1アシストを記録している。世代最高の選手の一人として広く認められており、シーズン MVP や9度のオール NBA チーム、新人王、 二度の NBA ファイナル MVP、選出など輝かしい受賞歴を持つ。驚異的な得点能力が強みで、現役最多となる4回の得点王を獲得しており、5年間で4度得点王になったのは、マイケル・ジョーダンに次いで、史上2人目のことである。キャリア初期はアイソレーションで切り込んでの形を得意としていたが、すぐに外側からも得点できる優秀なオフボール選手に、 成長した。2012から13シーズンには、史上7人しかいない50から40から90を達成している。パスやディフェンスも初期は批判を受けていたが、2010年から2014年まで、毎年アシスト数を増やし、守備も改善を見せた。シーズン MVP、2 0 1 4 b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。